こちらスクールリーダー、エリア C42 で報告のあった巨大な柱のようなものを確認。アグレッサーの新兵器か。おそらくは。しかし今のところ本体に動きは見られません。うん、ならば先制攻撃だ。ブラスト小隊、出撃準備。ブラストリーダー、本部はこの巨大な柱をピラーと命名しました。本作戦の目的はピラーの調査、そして破壊です。うわ、跳ね返された。こっちもです。攻撃の効果なし。なんということだ。あの柱はあらゆる攻撃を跳ね返すというのか。すげえ、このままではピラーへの攻撃は弾丸の無駄だ。周囲の敵のみを殲滅せよ。了解、各員ピラーを避けて攻撃せよ。面倒だな。周りの敵はこいつで吹き飛ばしましょう。ちょっとマイク、ロケットランチャーなんて使わないで。へいへい、冗談だっての。作戦目標が更新された。確認しろ。敵を殲滅してください。ありゃなんだ、あれは緑のビートル、一体どんな攻撃を。これはまた美しい種だな。見ている分には綺麗だけど容赦はしないわ。
警告、走行温度の異常な上昇を検知。効かない。周りの敵を攻撃しろ。エナジーリチャージ中。 EA ギアオンライン。おいおい、ヴィラーに攻撃しても反撃されるだけだぜ。すごいな。
しました。やれやれ。ブラスト正体、これより起動する。聞いたか、分隊長のいとこレベリオンだってよ。最近また増えたね、あっちに寝返るやつ。